はお嬢様が多いイメージで、そうで就職して3ヶ月で働いて辞めて、偏差値47の女子高校に通ってます。もしずっと E 判定ですか。休日は1日13時間とか、本当にすごい。この間ちょっと落ち込んでましたよ。そうで始まりましたもちチャンネルです。今回はですね、あ、やってまいりました準レギュラー平瀬や。皆さんこんにちは、早稲田語学塾代表の平です。今日もよろしくお願いします。はい、はい、森田先生、はい、もうようやくね僕の季節がやってきましたよ。どういうことですか。外に出て立ってるだけで汗が出る季節が終わりつつある。あ、もう外に出るとあー涼しいわーみたいな、涼しいわー涼しいわーみたいな季節になってまいりましたよ。関東語みてえだな。9月なのにまだ暑いわみたいなこと言ってるおばちゃんいるじゃないですか、はい、そういうおばちゃんたちに対して僕はいつも9月は暑いかーって言ってきたんですよ。もう、はい、言ってきた。9月は暑い、ね、こんな素敵な季節に素敵なゲストをお呼びしました、はい、お呼びしましょう。おち、俺悟空。ちょっと集中しないと、集中しないとこの技出せないから。シャンブルス。はい、どうもサオリンです。ようこそいらっしゃいました。いやもういつもね、はい、2人撮ってるからね、なかなか暑苦しかったんですけどね。いやすごい、平さんがでかく見える。めちゃくちゃ本当よね、めちゃめちゃでかく見えるね。でかく見える、うん、あ、まあ僕が今カメラの1メートルぐらいのところで撮ってるから、ね、彼女2メートルぐらい後ろに同じとこにいるのにこんなにサイズが違うんだ。じゃあシャンブルズのせいでしょうかね。ちょっとよくわかんない、はい、サリーさんはね YouTuber ですからね。 YouTuber じゃないです。そんな YouTuber じゃないですか。早稲田系 YouTuber ということで。そうですね、とりあえず、はい、とりあえず早稲田踏み台だ。早稲田踏み台で何かが次にあるんでしょうね。はい、じゃあちょっといろいろ聞いていきたいんですけど、はい、まあサオリさんのチャンネルも概要欄に貼ってありますのでぜひ見てみてください。早稲田行ってたんですね。そうなんですよ。この見た目で。なんで早稲田にしたんですか。なんか受験するなら、はい、せっかくだから上の大学に行きたいなって思ってて、で早稲田が慶応だったんですけど、はい、まあ、慶応はお嬢様が多いイメージ で、 そうで、私そういうタイプじゃないので多分違うなって思って、でお兄ちゃんも早稲田だったんですね。そうということで早稲田受験することに決めました。うん、なんでそんな YouTuber やったんですか。早稲田 YouTuber。 もともと前職で YouTube の仕事してたんですね。料理メディアの仕事してて、その時にちょっと YouTube を料理メディア料理何メディアだよって思ったら料理メディアやってて、おいおい、それで YouTube のお仕事ちょっとしてて、で楽しくなって、あ、自分でもやってみたいなって思ってプライベートで撮影するようにしました。ユンちゃんにできるなら私にもって思ってそんなことない。それでやった感じになったんですね、うん、就職してたんですね。そうです、新卒で、うんうん、就職したけど辞めたんですか、仕事。そう、新卒で就職して3ヶ月で働いて辞めて、で違う、あ、普通に転職して、まあ、料理メディアのその会社に転職しました。ああ、そういうことだったんですね。それで YouTube を。そうです。大丈夫なんですか、 YouTube だけで。え、 YouTube だけじゃないだけじゃない聞いてるんだよ話。え、料理メディアまだ続けてるんですか。あ、それはやめて、やめて、はい、今はまた平日違う仕事してます。 あ、そうなんですね、はい、だから会社員、会社員しながら。そうなんですね。そうです、そうです、会社員 YouTuber なんですね。それは大変だ。そんな、なんかサオリンをネホリン、ハホリン聞いていくってことですね。おっさんやの。書いてあるよ。そうそうそう、ハモリっていう番組があったよね、はい、え、高校はどんな感じだったの。高校は、偏差値47の女子高校に通ってます。高校の偏差値で47ってなかなかですね。そうそう、中学受験大失敗してて、もう全然勉強やる気がなくて、偏差値42ぐらいのところにしか受かんなくて、そうなんで、滑り止め1個しか受かんなくて、まあ、そのままエスカレーターでそのまま行ったって感じです。じゃあ勉強は得意だったんですか。いや、全く得意じゃない。むしろしたくなかった。ああ、やっぱり、うん、見た目通り、見た目通り。あ、そういう感じだったんですね。へえ、そこで、で受験はどうしたんですか。だって早稲田まで行くわけですから、うんうんうん、受験勉強はし始めたの。あ、受験勉強本格的に始めたのは高校3年生の頭で予備校っていうところに通ってました。おお、もう潰れたね。潰れました。はい。潰れたんですか。潰れたの。跡形もなく、ね、なんか授業形式がこう。さあ、そこは全部カットだから、はい、で、受験はどこを受けたんですか。受験は早稲田と上智と明治大学と立教大学と
あと法政、うんうん、でセンター利用で政経と明治学院と駒沢受けたって感じです。いっぱい受けましたね。そうです。どうやってできるようになったんですか、勉強。勉強もう休日は1日13時間とか本当に、すごい。13時間。多分何時に起きるんですか。7時に起きて7時半に出て8時から夜の10時までひたすら予備校でこもって勉強するみたいな、うん、そうなんですよ。もうね、朝一から夜、ね、終わりまでやるんです。女捨ててます。女捨ててます。森田先生、ちょっといいですか、はい、あのね、これ僕台本作るにあたってさ、うん、サオリンの YouTube 全部見てるわけですよ、うん、4時間ぐらいずっと見て台本作ってるから、今彼女がいろいろ答えてるじゃないですか、うん、僕全部知ってるから、なんか代わりに答えそうになっちゃうんですよ。答えてください。全部知ってるわけなんでね。じゃあ受験生の時この勉強法が良かったみたいなのあります？私が実感したのは英語はめっちゃ苦手だったんですよ、うん、で、まあ、英語の先生から音読をしなさいって言われて、英語帳も早く読めるために、うん、で毎日1日30回目標にやってたんですけど、うん、やっぱり英語長文音読することによって早く読めるようになりました。おー、うん、それが良かったわけですね。聞いてたそうです。はい、バカにしてない。いやいやいや、違う。いや、そう音読良かったと、うん、音読大事です、うん、英語って語学ですからね、うん、まあ、そうですね。やっぱりこうなんか頭でっかちでこう読めますだとか分かりますだけじゃなくて、ある程度体でぶつかりに行かないとね、うん、いけない部分ってあると思うんで、うん、なるほど。早稲田はでも大変じゃなかったですか。やっぱむずいじゃないですか。むずいですよ。全然レベル違うじゃないですか、うん、もしずっと E 判定でした。お、うん、やっぱり最後の最後まで E 判定だったんですけど、はい、本番はなんとかできましたね。同じじゃないですか。僕も慶応全部いい判定でしたけど、うん、最終的に受かれました。あ、慶応の服にすればよかった今日。あ、本当ですね。僕がプレゼントしたのに。そうそう、あるよ、あっちに。あ、置いてある。今更忘れてた。はい、あ、そういう感じでやってたんですね。でもどうですか、 YouTube もだって、うん、もう1万人も登録してるわけですけど、やっぱ一つの壁ですよね、1万人ってね、うん、反響とかありました？反響ですか。あ、でも受験生の子からなんかコメントも増えてきて、なんか私そのもともと勉強もできなかったけど、まあ、やればちゃんと早稲田大学合格するよっていうのを伝えられて、コメントですごい反響をもらいましたね。なんか頑張ろうって気持ちになってくれて、こっちも嬉しいです、すごく。よかったですね、うん、でもコメントなんてね、荒れるもんじゃないですか。ありますね。もうディスリコメントとか。この間ちょっと落ち込んでましたよ。え、あ、結構前のよく知ってますね。そうなんです。あのね、いろいろ台本作られてて研究してたから。、はい、そんなひどいコメントとか来るんですか？あ、来ました。なんかその時は平日の仕事のストレスも結構限界が来てて、うん、それプラスネガティブコメントが来て、なんか二重でなんか精神的に来ちゃったんですよ。うん、どんなこと言うんですか？どんなこと言ったっけ？いや、そこ、うん、あの、あ、僕に聞く？あの、覚えてますよ。彼女の発言がなんか論理的に書けるみたいな。あ、論理に書けるってこと、うん、なんかこんな肌感覚なことを言う人も早稲田にいるんだみたいな。あ、なんかそんな感じだった、なぜか俺の方が知ってる。全て見てるよ。でも仕事してたら大変じゃないですか？いや、結構大変です。友達と普段遊んだりしないです。土日は基本撮影のため撮りして、平日の夜に編集したりとか、はいはい、じゃないと間に合わなくて。そうなんですね。でも仕事で言われたりしないんですか？あ、言われない。もともと私がやってるの知ってて採用してもらったって感じなので。あ、元からじゃあ知ってる会社なんですね。そうです、そうです。次の日とか同じ職場の人に昨日の動画見たよみたいな感じで。あ、別の言われないです。そうなんですか、はい、どういう仕事してるとかは視聴者上に言ってます。あ、言ってます、言ってます、うん、普通に今は EC のアパレルの運営してますみたいな。はぁ、ECC? 何を言う？ e コマースのことですよ。ご存知ですか？はい、e コマースの暴れる。暴れる。暴れる関係のことを教えてるんですね。うん、はい、そうそう。そういうのをやってる。うん、ああ、でも両立はそれでもやっぱり大変。大変。何が一番大変ですか？自分の自由な時間がないけど、でもその YouTube 編集してることが私はすごい楽しいんで、うん、あんまりそんな大変ではないかも。そうなんですね、うん、まあ、編集好きか好きじゃないかでも本当に大変ですからね、うん、全然違いますからね。じゃあ、でもこれからどんな感じでチャンネルをやっていくんですか？どんな感じやっていくかまだ決まってないんですよね。あ、そうなんです、ね、方向性が決まってないから、ね、全く決まってないので、見てくれてる人と一緒に決めていこうかなって思ってます。なんで早稲田ってつけたの？分かりやすく今勉強のハウツーやってるんで、見る人がまあパッと分かりやすいように横に早稲田チャンネルってつけてるんですけど、うん、それでもまあ、じゃあ変わっていくかもしれない。今後変わる可能性も全然あります。そうなんですね。サオリンアパレルチャンネルとかに変わったりする。ああ、へえ、サオリン暴れるチャンネル。暴れるチャンネルとか見たいですね。
なのかもしれないんで、うん、はい、ぜひですね見てみてください、はい、下に貼ってありますので、はい、見ていてください。はい、ということで今回早稲田合格塾の平さんが早稲田の YouTuber を連れてきたと、はい、だってシャオリンって検索するとヘラヘラさん印出てるんでしょうから、なんかつけとかないと。そうだ、シャオリン早稲田で出ます。検索すると思うので、はい、はい、ぜひですね、真下の概要欄から見てあげてください。はい、はい、ということで、今回はそれにおいでいただきました。ありがとうございました。はい、Thank you for watching 言わない。あ、言うの？はい。Thank you for watching. Thank you for watching. 下げます。あ、お願いします。めっちゃ熱そうだもんね。ありがとうございます。